白川通北山通との交差点付近、京都市左京区白川通りは、京都市の主要な南北の通りの一つ。東大寺通りよりさらに東にあり、北は、宝ヶ池通りから、南は、二王門通まで、鴨川支流の白川沿いを通る。今出川通から北山通にかけて、伊町と欅の街路樹がある。沿道には、レストランやカフェ、ブティック、 アンティークな店やエスニック料理店など、北山通と並ぶファッションストリートとなっている。東倉間口通りとの交点である上、尾張町には、京都造形芸術大学があり、京都大学の学生の下宿街でもあり、若年者で賑わっている。また、北王子通以北から周辺には、田畑も残っている。宝ヶ池通りより丸田町通りとの交点である。 東天皇町までは4車線で、花園橋交差点から、宝ヶ池駅付近で、川端通を分岐するまでの、約300メートルの区間は、国道367号、北大路通に大門通間は、京都市道182号を蹴上げたかの線となっている。宝ヶ池駅南側にある、永山電鉄永山本線との交差地点は、自動車専用の立体交差が存在する。 丸太町通りから、二王門通館は日車線で、春秋の観光シーズンには、獅子型に通りとともに、南禅寺や栄冠堂への参拝客のタクシーや、観光バスがひしめき合い、付近はしばしば渋滞となる。琵琶湖疎水記念館、京都市左京区白川南通り、京都市東山区白川を下った祇園にも、白川2はある。祇園での白川は、クランク状に流れているため、 東大寺通りと花見工事通間を東西に流れる白川沿いの通りが白川北通り、辰見橋から縄手通りまでが白川南通に分かれており、特に白川南通りの辰見橋から大和王寺通りまでの区間の大部分は北側の新橋通りとともに重要伝統的建造物群保存地区として選定されており、昔の情緒が残っている。ありがとうございます。